長い方の阿部はぎりできるかな。今回はバンカー越えのアプローチについて紹介したいと思います。今回のバンカー越えのアプローチは、今この状況は、今ボールはラフにあります。でボールが2球あるんですけれども、こちらは浮いている芝の上に乗っかっている状態、こちらはちょっとラフに沈んでしまっている状況です。浮いたライは比較的皆さんも打ちやすいと思うんですけど、今回は、沈んだ状態を例として紹介したいと思います。まずこのバンカー越え、一番大事なことは絶対バンカーに入れないっていうことですね。まあピンに寄せたい気持ちもありますけど、一番はバンカーに入れない、そしてまあグリーンに乗ったらいいなぐらいの気持ちで、もうここに来てしまった以上打つことがいいんじゃないかなって私は思います。その時にまあ打ち方は、本当に普通のアプローチと私は変わりません。この浮いてるライでも沈んでるライでもさほど打ち方には変える必要はないと思います。いつも通り、まあ少しラフなので短く持って、体の中心で手先で打たないように、体全体で打つっていうことを意識して、やはりバックスイングが大きくなってしまうと、このままじゃ飛んでしまうっていうので、クラブを緩めたりスピードを緩めてしまうと芝に負けてしまって突っかかってざっくりだったりトップだったりすることがあるので、そこは注意して打っていただきたいと思います。じゃあ実際に打ってみたいと思います。皆さんもこのようにしてバンカー越えのアプローチを打ってみてください。